はい、おはようございます。今日は、8月19日ですね。金曜日です。昨日涼しかったんですけど、今日ちょっと日中暑くなるような感じですが、まあ前半のどこ行っても息苦しいぐらい暑いっていう感じではなくなっております。はい、今日は着物気分の桔梗色ですね。レースの桔梗色着たいと思います。まあ、レースのこの着物のベージュのくるみ色も持ってるんですけど、それは着物型で持ってるんですけど、着物型と着物気分だと着物気分の方が涼しいので、着物気分で楽に過ごしたいなと思います。ちょっとね、こう整理が終わらなくてきたなっていう感じですね。年配の方は、更年期を過ごした方はご存知だと思うんですけど、だらだら終わらない生理っていうのがね、無排卵なんだろうね、きっとね、あるんですけれども、たまに今回そうなりそうな予感だらだら続きそうって思いながら過ごしてますけれども、まあ、まだそんなに長く続いてはないんですけどね、2週間弱続くみたいなのがね、たまたまちょくちょくあるんですよね。私もそういう時期なんですよね。ほんとね、40過ぎると、ああ生理変わってきたなっていうのすごくよくわかる時期がふと多分来る時があると思います。大概の方は、はい、そうやって考えると、子供を産むための生理っていうのは女の人の人生のね、大半生理で、結構なんていうのかな、右往左往させられるんだけど、そういう子供を産むための生理っていうのは実際のところ少ない時期なのかもしれないなと思いますね。はい、今日はね、あれですよね、体がそうなってるからなってるだけの生理なんですけれども、今日はここ何もない状態ですぐ帯できるので、手ぬぐい帯で帯締めピンクにして、まあ別に夏っぽくはないんですけれども、自分の中で涼しく可愛らしく、もたまみれコンでですね、もたはんさんまみれで今日は行こうかなと思います。まみれとるな、まみれて楽っていう非常にありがたい構成。これ、ね、本当に、なんだろうな、一度試していただけたらいいなと思いますね。特に着物をよく着る方に、着物をよく着る方で、だけどなんか今日はちょっと調子が悪くてとか、今日はちょっといろいろあってとか、なんかの理由で着物が着れない日が多いのよねっていう方にぜひ、味わっていただきたいかなと思いますね。またちょっとしんどい日があるんだよねっていう時とかね、着物着てる方が一番は本当にこれ綺麗に着れるし、着物着てるように着れるし、着物をついたけで着るのとは違うシルエットだなっていうのをすごく分かってもらえると思います。これは完全に着物着たことのない初心者の方が着るよりも着てもらいたいなと思う一つですね。やっぱり着物気分の原点がやっぱりラポージェさんの今の社長さんのおばあさんにあたる方の、
通院用の着物として考えたっていうのもあって、着物で生活している方が病気で着物を着れなくなった時に、恥ずかしくないようにっていうので考えたものだったっていうのもあって、やっぱり着物着てる方に納得できる着方になるのではないかと思いますので、着物着たいなっていう気持ちが強い方はぜひぜひ機会があれば選んだらいいんじゃないかなと思いますね。私が多分この着物の開発を知らなくて、全然一消費者で動画を今見てる状態だったら、まあ、それよりもやっぱ着物の方が欲しいよねって思うの当然だと思うんですけれども、うん、なんだろうな、やっぱそのあのこの着物を開発するののちょっとあの声も入れさせていただいたりとか、あとそのこの着物ができた物語をあの直接聞いたりとかしてるので、やはりなんかこの子を世の中出してよかったよねっていうのはすごく思いますね。本当にまあ、制服としてもいいかと思いますけどね、着物の制服。まあこんな感じです。はい、今日こんな感じでございます。もうできてるね。あの安定感のある襟キス型ですねまあもうモタハンさんのコーデっつったらこういうことになりますわというモタマミレコーデです。はい、襟はワオンさんのワッフル生地で作ってもらった刺繍襟ですね。この子もモタハンさん、後にね、最初ワオンさんと私で、ワオンさんからの、なんていうのかな、注文受けで、期間限定で少し販売したんですけれども、その後、モタハンさんでも、追加でやっていただきましたね。そういうふうにこう、つながっていっていただけて非常に嬉しかったことでございますけどね、思い出の襟でございますねはい、そして桔梗色の、こちらも思い出の、レースですね。私が昔ずっと着てたレースの黒の着物の完全復活版でございます。色違いになっております。で裏が、中が、トスコハの色地場の茜ですね。はい、そして帯締めが、帯が、手ぬぐい帯、北谷三染めですね。手ぬぐい帯の加賀屋羽に、桃色の可愛いですね帯締めを入れました。こういうなんていうのかな、あんまそっとピンク入れるのいいですよね。なんか結構日本人ってピンク生活に入れるの得意ですけどね、らしい感じですよねどうなんだろうね、こういう色合いを海外の方が見たらどう思われるのかなっていう気はしますけどね。はい、で、タビが、はい、ちょっと夏柄っぽい柄なので一生懸命今履いてますけど、青色のなんか金魚とかが書いてある恵比寿タビさんのタビです。はい、でかんざしが、何にした？あ、ビーズのかんざし、自分で作ったビーズのかんざしと、工場佐々木さんのシュシュですね。そして、宝禄串です。はい、じゃあこんな感じで過ごしたいと思います。こちらの工場佐々木さんのこのシュシュなんですけど、絹の糸で編んであるニット編みのシュシュでございます。工場佐々木さんのインスタから、もう、こう
なんだっけ、ネットショップの方に行けて、今ネットショップでも買えるようになってます。帯も少し変えれるようになってますね。もし気になる方いらっしゃいましたら、編みのこのね、かぎ編みのねシュシュ、すごくあの引っかかりが良くて、そんな重くなくて楽なんで、結構髪結ぶ方おすすめですね。はい、でですね、ちょっとエビスタビさんのことで質問があったのでお答えしたいかなと思います。エビスタビさん、もうすぐ旅底を黒じゃなくて赤も販売できるそうなんですけれども、それで私も頼もうかなとか言ってるんですけれども、思ってるんですけど、私が頼むときは生地を送って作っていただくことがほとんどです。で、これはハイムラヤさんでもありますよね。生地を送って作っていただくっていうのはあるんですけど、ハイムラヤさんの旅よりもエビスタビさんの旅の方がピシッてしてるので、ハイムラヤさんの旅だったら大丈夫な生地でも、エビスタビさんの旅だったら真ん中からパカっていく可能性があるっていうのはあります。真ん中からパカっていくっていうのはここですね。こたびとかでもありますけどね、ここの負荷がやっぱりぴったりした旅は強いんで、目が割に詰まった生地じゃないとパカンっていく可能性があります。それの代表格、オックス地ですね。オックス地、これを見せてもいいのかな、どっかにあるかな、オックス地の、ハイムラヤさんの旅でしたら問題ないです。これですね。あ、ごめんね、モタハンさんの旅をちょっと題材にします。モタハンさんの旅も、ハイムラヤさんの旅も同じところで作られている旅なので、割に幅広でゆったりめなので、真ん中にすごい負荷がかかるっていうことがないので大丈夫なんですけど、このあのモタハンさんのちょいあったか旅でよく使われています、オックス地って言ったらいいのかな、この生地目が結構しっかり見える、平織りがしっかり見える、結構粗めのでもごっつい生地自体はごっついんだけど、あの縦糸横糸が目で見えてしまうぐらいの粗さの太い糸で編まれてるやつはパカンと、ハイムラヤさん、ハイムラヤさんと、モタハンさんのお願いしてるところの旅屋さんのではならないんだけど、エビスタビさんはなるのでおすすめできません。結構可愛い生地でごっつめのやつって売ってるんですけど、これはおすすめできないのでおやめいただいたらいいかと思います。その生地で楽しみたいんだったら、ハイムラヤさんかモタハンさんで頼まれるといいと思います。でエビスタビさんで、自分たち素人が買って割に持つなっていうのは、まず、履いてみて思ったのが、案外、着物生地の円周木綿大丈夫でしたね。それは結構強いんだなっていうのはびっくりした点でございます。で私がいつも、買ってるのは、布屋さんから普通の洋裁店、スタイリスト後藤とか、東海とか、大手ですよね、手芸屋さんで買う生地がほとんどなんですけど、手芸屋さんで買う生地、これも手芸屋さんで買った生地なんですけど、どんな生地を頼みますかっていう話です。どれが長持ちしてどれがやばいですかっていう話なんですけど、和柄コーナーでこの柄よく見ると思うんですけど、ちょっとメーター安いですね、この柄。多分見たこともあるし、まだ売ってるかな、売ってるのでしたら生地を実際触ってみて、あ、この生地かっていうのを伝えれたらいいかなと思ってこれ題材にしました。これ絶対やめた方がいい生地です。平織りの薄い薄地です。本当に薄いです。
で、糸も細くって、別にねこっちに真ん中からパカンっていくことは絶対ほとんどこの生地もないんですけれども、何がやばいかっていうと、そこがすぐ破けるんですよね。これは破けるのが早かったです。私も実際自分で作った旅でやってみたりしましたね。あのね、風合いも素敵ですし、あの和柄も多いです。これ以外にも細かなプリントでできた青海葉とか、麻の葉柄とか、いろんな色で展開してて、和柄で細かいものっていうのを文様柄でっていうと非常に便利な生地なんですけれども、この生地は足袋には絶対におすすめできませんので、おやめになったらいいかと思います。薄いあれですね、薄い帯とかにはいいかと思います。手ぬぐいぐらいの薄さなんでいいかと思うんですけれども、足袋はやめた方がいいと思います。足袋もね、お願いして作るのに金額もかかりますし、お時間もかかりますし、なるべく長く使えるものがいいですからね。で、私がいつも使って選んでるのは、この間この絵を見つけたの、超可愛くない？これね、東海さんで売ってたよ。こちらですね。はい、よく見たらわかるかしら、こことかがわかるかな。ほら、これはね、節なんですよ。生地に節がある、ちょっと紬っぽい節がある綿生地ですね。節、この節のある生地っていうのもよく、和柄の生地コーナーで見かけるんですよね。ここも節があるの分かりますかね。で、この節あることによって、やっぱりあの旅底の少し、ここですよね、少しこの表地が入る部分、ここがやっぱりあのフラットな、完璧なフラットなペタッとしたこういう平織りだと、これ全面ベタッとつくんですよね。なので、あのすれが、あの全体的にこうかかりやすくって、すぐ穴が開くんですけど、このね、節があることによって、このね、ここに少しだけ凹凸が、凸凹ができるんですよね。なので、あんまり破けにくい、でも破けますよ、破けるけど、こんな感じですね。まあ私が履いて、まあちょっともうここは色が剥げてきてますけどね、こんな感じでまだ持つかなっていう感じです。はい。で、まあどっちにしても劣化して最終的に穴は開くんですけれども、何が持ちますか、何がおすすめですか、持ちませんかっていう問いに関しては、一応この薄い生地だけはおやめになったらいいかと思います。結構な速さでダメになりますので。あとはあのエビスタビさんに関してはオックス地的な、ごつい生地も、実はあれ色素が粗い、目が粗いので、パカッと裂ける、横に裂けるんですよね。糸を切った後に糸のほつれが激しいんですよね、あれ。それだけパーンと引けるんですよね。縫い目が引ける、そうですね、麻みたいな感じですかね、パカッて透ける引けるので、おやめになった方がいいかと思います。はい、この2点お伝えしとこうかなと思いまして、ちょうど今私次の記事を見つけたと思ったのでそれを持ってたのでお伝えしました。かわいいでしょ、かわいい、ちょっと無地なんだけどかわいい、中圧でね、青海葉みたいな、青海葉じゃないみたいな感じなんですけれども、そんな感じで生地を選んでおります。切り売りも全然、これは50センチで切り売りなんですけど、東海さん50センチなんだよね。で、あそこ
スタイリスト後藤さん60センチで切り売りなんで余裕で2個取れるんですけどね、これだと私の足サイズだとギリギリ取れるかなっていう感じなんですけれども、だいたいね頼むとしたらネルとさらし、あの底がね、中がね、足袋の中がこういうあのいつ履いても良さそうな柄は、ネルとさらし2個頼むのが大概私頼んでおります。そうするとだいたい110センチ幅なので、うん、取れるかなって。110センチ幅だからまあここ、うん、50センチだとギリギリかな。本当は60あるとね完璧取れるんですけどね、ちょっとわかんないですけど、もうこれしかなかったんですよね。本当は60欲しかったんですけどしょうがないっていう感じでございます。はい、110センチとかの広幅の布やったら、足袋一足取るのに30センチあればいいと言われております。はい、30センチっつうのはまあ要するにこっからここの長さですね、こっからここの長さの話ですね、が30センチあれば高さ足りるであろうと。でまあこう置いてこう置いて、足袋って4つ置かなきゃいけないんで、それで110センチを置けれるよっていう感じなんですけど、でまあ60センチあればもう一段できて、まあ寝るのも作れるけど、ちょっとこれ送ってみて無理だったら片方どっちかになるかなっていう感じなんですけれども、うん、そんな感じまああの60あれば寝る、さらし両方って感じですね、作れますね。でエビスタビさんに関しては本当にね結構強制力が強いので、あの既製品でもう桃型でぴったりとか楓でぴったりっていう方は全然それで作っていって全然構わないんですけど、私みたいに結構足幅が広くってもう崩れてて、こたびでかなりあの形が変わって、で形が変わることによって指がぐっと伸びたりとかそういうのもあるんですよね。なんで私は結局指を伸ばしたんじゃなくて、あの伸ばさなくてよかったんですけど、指の太さっていうのがむくれから来てるのか元々の骨格から来てるのかちょっとわからなくて、まあそのまんま履いてたんですけどやはりきついというので、指だけ太くしてもらったんですね、親指だけ。でそれでまあ安定したという感じなんで、人それぞれです。指だけちょっと短くする方もいますし長くする方もいますし、そういうちょっとカスタマイズ必要かなっていう方は最初からわーって買うんじゃなくて、ちょっと試しで買ってみて少し、しっかりそれを履き込んでやはりこうした方がいいというのとかを直していって、崩れてる人のそのレベルにもよりますけど、私1年かかりましたね結局自分のサイズ感に落ち着くのに。小ハゼも最初外側につけてもらってましたし、むくれすぎてて足が、でそれもあの生理たんびにすごく腫れてたむくんでた足もそんなにむくまなくなってきまして、なので、今は小ハゼも変えてなく変えてはいるのか、あそのまんまになったのかな今は、うん、そのまんまになったんだ。いろいろやっておりますが、まああのそれぞれでございます。まああの本当はフィッティングしてもらうのが一番なんですけど、フィッティングしてもらってからもちょっと変わっていくっていうのがちょっと面白いところでもあり悩ましいところでもあるんですけれども、うん、ちょっと履いてみて、なんせ履くことが大事ですかね。足のあの幅が、足幅だけがやたら広い。特にあの若い時足幅そんななかったのに、年取ったらあのめっちゃ足幅広い靴じゃないと痛くてっていう方はアーチが崩れているので、こうあのこたびで結構矯正していくとだいぶ落ち着いてくると思うし、そうすると足の裏がヒリヒリ痛いっていうのもだいぶ減ってくると思いますよ。はい、な感じでちょっとエビスタビさんおよびハイムラヤさんなどの要するにあの記事を送って柄足袋を作りたいっていう方に対しての
ワンポイントアドバイスでした。まあ私の経験でぐらいなんですけどね。でもまああんまりこんなにガラ旅頼む人もあんまそこまでいないんで、割に経験が多い方なのかなと思ったりはして、まあこれはお伝えした方がいいかなと思ったわけですよ。まあ要塞の記事もなんとなく見ることはできるっていうのもありますから、それでお伝えしたまででございます。はい、もしこれから先ガラ旅自分でオーダーでお願いしたいなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひそういうのを、頼んでみたらいいかと思います。でまあ割に記事のごつさの規制がないのは早村さんですね。早村さんは記事送ったら結構何でも作ってくれます。まあ足にぴったりっていうわけではないんで、割にゆったり履きたい、楽にゆったり履きたいっていうのはそちらの旅の方がいいと思います。まあ本当どっちにしろ旅はあったかいですよ。じゃあ何、そんなんだったら靴下の方がマシかっていうと、全然靴下なんて全然足元にも及ばんぐらい旅ってすごいいいもんですよ。やっぱり足ぶつけた時足守る力は全然違いますし、風を避ける力も全然違いますからね。本当に早村さんの旅もずっとお願いしてた時期が長かったんですけれども、使ってた時期も長、楽しい旅をいっぱい足元楽しくさせてもらってましたね。お値段もそんなにも恵比寿旅さんより若干お安いで、そこを選べたり、コール店だったりとかね、あと上もコール店の生地選べたり送ったりもしたりできますし、何でも楽しめますので、結構ね足元も自由なんですよ、バソって。でどうだろう、今牧下家のふわふわのなんかダボダボのズボンとかも流行ってるっていうか、そういうのもありだったりするので、そういうのだと足元が草履と足袋でも全然問題なかったり、草履と足袋と下駄でも全然似合ってたりするので、上は洋服の日があっても下だけずっと和装で攻めるっていうこともできますね。まず下から固めるっていうこともできます。割にね、靴がなくなると楽っすよ、玄関。唯一、まあ私も一足だけ靴残してるかな。靴一足、一足、二足あるのかな。運動シューズと、ポロッとした丸い靴と、あったかな。まあ、どっちももうサイズがでかくって、どうしようもないんですけれども。あとは長靴はありますね。で、あとはもう全部草履と下駄なんですけれども、あとはあれですね、直旅ですね。割に悩まなくなっていいもんです。やっぱり足元、靴とか、まあなんだっけ、パンプスとかいろいろあると、やっぱ上もいろいろないと、不便に感じてくるので、足元だけ和装にしてしまうと、グッド洋服、これはこのデザインはいらないよね、このデザインはいらないよねっていうふうにこう切り捨てれたりもするので、もしこう和装の方になるべくシフトしたいっていう方だったら、まず足元和装で揃えてしまって、もう最低限の靴だけにする。例えばどうしても仕事で靴がいるっていう方もいらっしゃると思うんで、そういうのは靴避けとかなきゃいけなかったりもあるけど、他は和装の草履下駄にしてしまうっていうのは一つかなと思いますね。まあ草履とか下駄がね得意じゃない方はね、靴っていうか選択肢はもちろんありだと思いますし、和洋リミックスで着物をファッションとしてとことん楽しみたいっていう方には余計なお世話だと思うんですけれども、ガチで着物生活で
この先生きていきたいんだよねっていう時に、長いスパンでこうシフトしていく時にどっから削っていこうかなっていう話になったら、まあ足元から削っていくっていうのは割に削りやすいかなっていうのはありますよね。結構ね、ほら靴底ってすぐダメになっちゃうんで、どれだけか経ったら捨てていくものだから、そういうのを考えると割に行きやすいんじゃないかなと思って、でまあどうしようもない時用にズックの代わりに直足袋があれば結構なんとかなったりしますし、まあ、直足袋あって、あとは長靴はどうしてもいりますよね。それぐらいですかね。うん、な感じです。直足袋もいろんなところで今出てますね。タビリラとかもあります。タビリラは結構足の甲が低い方じゃないと履けないんですよね。私入らなかったんですけれども、そうそうさんの直足袋は足の甲高い方でもすんなり入ります。私はそうそうさんの直足袋、夏場小ハゼを外して、1個ぐらいつけてたかな、1個2個つけて、あとベランってめくって、コンバースみたいにねベラってめくってしまって、スリッパみたいな感じでよく少林寺の時とか履いてました。道着に合うんすよ。あ、道着使う方どうぞ。道着使うような、道着でちょっとじゃあ行ってくるわっていう、そんな生活の人あんまりもっといない感じもするんですけど、結構道着には似合いますよ。うん、良いかと思います。和太鼓習ってる方とかね、よさこいなやってる方とかもいいかもしれませんね。よさこいやってる方って言ったらちょっと人数増えるかな、まあいろいろいいかと思いますんで、結構和の靴っていうのはなんていうのかな、形がとんでもなく変わったりとかしないんですよね、洋服の靴と違って。流行り廃りが自分の中ではあるけれども、でもまた自分の中で戻ってきたりもするので、捨てるために買うっていうのはあんまりちょっとない。うん、流行りを追って買わなきゃいけなかったっていう感じはない世界なんで、割に1回買ったら長く楽しめて、1回ちょっと飽きても置いといたらまた復活して、あ、履こうかなみたいな気分になったりするので、楽しいもんでございます。はい、いかがでしょうか。まあいろいろな考え方ありますけれども、まあそういう足元から攻めていくっていう考え方もありかなと思います。はい、では今日はこんな感じで過ごしたいと思います。ちょっとこたびを新しい方に合わせなきゃいけないので工場へ行ってまいります。はい、それでは皆様良い一日を。はい、どっち言うの。はいはい、新しいバージョン、2022年バージョンで、はいはい、はい、でははい、チャンネル登録はこちら。こっちやろ。あ、はい。こちら。